この時間はショーン・テイ・ショーノさんによります朝一番風水寄せでお楽しみいただきます今日はどんなお話が聞けるんでしょうかお楽しみにおはようございます風水師のショーン・テイ・ショーノでございます皆さん最近気持ちのいいことやってますか私はやってますそれはサウナ もうサウナに行ってたくさん汗をかきましてねそう老廃物をたくさん出して本当にすっきりするんですね風水的に言いますと体に溜まった邪気をすべて流してる感じってんですかね名前は言えないんですが私がよく行くのはリビエラスパってとこでねコリアンスパでいろんなサウナのお部屋があるんです で、食堂でとんがらしたっぷりの韓国料理を食べるっていうと、また汗をかきましてね。またまた老廃物ですよ。老廃物のすすめとでも言うんでしょうかね。今日は、ハガケンジの歌うネバーエンディングストーリーに乗せてではなくて、小坂和也の歌う老廃度に乗せて行ってみましょう。老廃物の歌、どうぞどん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 。 どん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 。ローレン、ローレン、ローレン。ローレン、ローレン、ローレン。ローハイブツ。ハッそりゃローレン、ローレン、ローレン。俺たちは男だ。弱音を吐くなよ、ローハイブツ。受け付け声、激熱サウナ。 水風呂も入るぜ。行くぞ、後に続け、赤水タオル持って、老廃物はぁ、あ、体の老廃物はサウナ。運気の老廃物はドラゴンゴッドの風水鑑定と出水名。お問い合わせは電話番号310-787-1891。サイレンナッパナイパクイ。またはサイトのドラゴンゴッド usa.com からお問い合わせください。 ではまた来週はあ。朝一番風水寄せのお時間でした。ドラゴンゴッドへのお問い合わせは、ドラゴンゴッド usa.com。来週のこの時間もお楽しみに。